皆さん、こんにちは。本当に申し訳ございません。お詫びです。鹿児島最大の祭りであるおはら祭りの踊り連に統一教会さんが参加していたということに関して、令和5年の案内先送付リストに、世界平和統一家庭連合鹿児島がリストにないではないかということを指摘していた問題ですね。これそのリストが両面コピーになってたんですけども、それをさらにコピーするときに、片面コピーだけにしてしまって、結果として偶数ページが全部抜けていたということで、まあ、本当単純ミスで、もう本当に恥ずかしいミスなんですけども、鹿児島市役所さんからですね、ご指摘がございまして、ちゃんとありますよというご指摘があったんで、もう一度、その資料要求をした松尾市議と連絡を取ったところですね、両面コピーを片面コピーだけにしていたということが分かりましてですね、これうちの事務所でコピーしているので、うちの事務所のミスなんですけれども、本当に、申し訳ありませんでした。見落としてました。まあ、令和5年もおはら祭りの案内先送付リストには世界平和統一家庭連合さんがあると。統一教会さんがあったということです。まあ、しかし、これ何回も言ってますけども、社会的に問題のある団体と政府が認定をし、下鶴鹿児島市長も社会的に問題のある団体ですねということで、鹿児島市議会で、答弁をしてらっしゃる団体に対して、案内を送付していたということに関してはですね、市役所としてどう説明されるのかという問題は依然として残っているということでございますが、とにかく間違ったことは間違ったわけで、その件についてはもう本当に平に謝罪を申し上げます。鹿児島市役所さん、誠に申し訳ございませんでした。お詫び申し上げます。